チネジーで月間を担当しています野田翼です。はい、ステイホームをしていて、前半の前回の動画でお菓子作り、なんだっけな、ナッツとかフレーバーをチョコレートの上にばらまくところまで進めて、今冷蔵庫で冷やして固めてあるので冷蔵庫から取っていきたいと思います。はいはい、ということでまた来ました。結構見た目いい感じです。ちょっと傾けれないんですけど、これを今からお皿の上に置いていきたいと思います。ということで、これお皿に全部入れていきたいと思います。結構いい感じに乗ってます。よいしょ。もうなんか前半すごいインスタ映えっぽい感じでおしゃれに作ろうとしたのに、後半でね、やる気がなくなってきてる感じが出ちゃってるんですけど、まあ気にしないでいきましょう。はい、これやばい、これ一番やばいな。はい、まあ見た目的にちょっと残念なやつもいるんですけど、これとか、これやばくないですか。もうやる気のなさがすごい出ちゃってる。お皿に並べた感じ、でも美味しそうなの試してるので、ちょっと1個食べてみたいと思います。いただきます。これ食べます。いただきます。なんか普通のチョコレートより多分ストロベリーチョコとかホワイトチョコって甘いので、ラズベリーの酸味が効いてて、すごい一緒に食べるとちょうどよくなります。美味しいです。ちょっとなんか食レポのコーナーが若干挟みましたが、こんな感じでお家でお菓子を作ったり TikTok をしたりして過ごしてます。はい、まあお菓子作りが苦手な人でもね、チョコレート溶かしてフレーバーぶっかけるだけなんで、うん、バレンタインとかいいと思います。これよく作ってたんですよ、高校の時とか。女子クラスだったんで、なんか年に1回みんなでお菓子大交換会みたいな感じで、ST とかが始まる前に、こう女の子同士みんなで配り合って食べてたんですけど、透明な袋にこれを入れて、こうなんかメッセージカードに貼り付けるとすごい映えるので、皆さんぜひやってみてね。以上、野田でした。バイバイ。チャンネル登録、コメント、いいねボタン、よろしくお願いします。